久保さん。お金は貯めるものではなく使うもの。お金は貯めるものではなく使うものと。もちろん、まあ、あの、未来のためにね、ちょっと資産を作る。まあ、資産とお金を貯めるちょっと違うのであれですけど、まあ、ちょっと余力を作っておくというのは、大事と思うんで、大事だと、大事なことなんですけども、ただ、いつまで貯めるんですかみたいな。新、80歳で貯めてるお金何に使うんですかと。 病院のとこで1億円貯まってますと。貯金1億円しました。酸素マスクしてます。どうやってその1億円使うんですか <laughs> まあ家族にあげるっていうことはできるけども、自分では使えないですよね。だから結局その人生っていうのは、まあ死んでいくだけなんですよ。ね。まあ希望というか死ぬことが確定してるわけですよね。まあ死ぬことが確定してることに対して希望があるのか、希望というのか、まあ希望と言いづらいですよね。お置いてく。 死んでいく。もうひたすらそれだけなんですよ。じゃあその死ぬ前までにどういう体験をしたいのか、どういうものを手に入れたいのか、どういうところに住みたいのか、それらを叶えていくっていうのが人生のゲームだと思うんですよ。どんな街に住むのか、どんな会社に勤めるのか、どんなお金の稼ぎやするのか、どんなライフスタイルするのかそれ、それを作っていくのが人生のゲームですよね。どうせ死ぬんだから。うん じゃあその人生ゲームの中でお金が全くありませんって言ったら何やあのー、何も体験できないですよね何も体験できないって言がありますけども限られてますよねうんだから僕はもうずっとお金の話をしてお金の勉強をしてきてお金の商品を売ってきてますけど本当はお金はあった方がいいのでお金が全てじゃないけどお金は必要でありあった方がいいに決まってるんでうんちょっとこれなんか勘違いする人いるんですけどお金が全てみたいなね まあお金が全てて言ってもいいんですよね。命より金は重いみたいなね。それで言ってもいいんだけども、あのー、まああった方がいいよねって話ですよね。ないよりかは。で、あなたはなお金がない人生を歩むのか、それともお金がある人生を歩むのか、どっちがいいですかと。もしお金がない人生でもいいですっていうんだったらそれはいいんだけども、お金があった方がいいよねっていう人生を歩みたいんだったら、勉強して稼げばいいだけなんですよ。やればいいだけなんですよ。 うん、で、今は別に一人で勉強して一人でやろうと思えばできますから、別に買うな、何も買う必要ないですよ。だけど、結局、まあ僕もずっとやってますけども、やっぱね、一人じゃ不安なわけですよ。不安。うん、勉強したけどこれで大丈夫かなみたいな。で、その不安に勝てない人は先生になえればいいだろうし。 だってダイエットとかもそうじゃないですか。昔からそのダイエットのなんか方法なんか無限としてあるし、別に食わなきゃ痩せるし、だけどなんで一人で痩せられないんですかって話と一緒で。もういつも思うんですけどね。<laughs> ダイエットなんでできないのっていう。食わなきゃええやんっていう。すいませんね。そ,そんなこと言うとね、お前健康、それで死んだらどうすんだみたいなね。なんかいろいろあるかもしれない。不健康でどうすんだみたいなね。はっきり言って僕一日一食ですけど、 多分他の人より動画アップロードしてるし他の人より元気にやってるし一食ですよ昨日もねカツ丼1個だけ食っただけですね500円のカツ丼500円のカツ丼食っただけですね <laughs> 昨日のご飯それでこと足りますよこと足りるというかね、まあ、全然生きていけますようんそうだもちろん毎日カツ丼じゃないですようんたその野菜が食いたくなったら野菜も食べるし でも別に1日3食食わなくても僕は生きていけると思うし、うん、そもそも1日3食になったのはトーマス・エジソンのせいかもしれないですよねトースターを売り、トースター機を売りたくて朝食パン食おうぜみたいなキャンペーンが始まったんで3食になったっていう,う都市伝説がありますけど <laughs>、うん、昔の日本は二食だったような2食だったのかな多分ね欧米から朝食の概念が入ってきたのかなどうなんだ違うかまあいいや まあ、とりあえず3食食わなくてもやっていけるんで。うん。ただし、まあ、そのガテンケースね、めちゃくちゃ体力を使う建設業とかの人は、パワー、エネルギーをやっぱ使うので、重いものを持ったりとかね。それは、あの、食わないといけない部分はあるかもしれないですけど、リモートワークでデスクワークしてます。1食で十分っすよ。<laughs> そう。全然足りる。うん。はい。ということで、いってらっしゃい。